KDE Neon は Ubuntu の最も最近の LTS リリースをベースに KDE によって開発されている Linux Distribution で最新の 64bit 版のプラズマ m のデスクトップ、環境、フレームワーク、Qt5 ツールキットなど KDE に適合する追加のソフトウェアレポジトリのセットがバンドルされている。最初にアナウンスされたのは2016年の6月で これは当時、カノニカルから独立した区分ツの創設者、ジョナサン・リッテルによるものであった。これは、堅実に、リナックスユーザーの間で支持を増やし、最近では通常、ディストロウォッチの人気トップ20ディストーションに現れるようになっている。ネオンは、ウブンツの KDE プラズマにフォーカスしたディストリビューション、区分ツと同じようなユーザーをターゲットとしているが、より短いタイムフレームで、 Qt や KDE のアップデートをユーザーに提供する点で異なる。ネオンはユーザー、テスティング、アンステーブル、デベロッパーの4つのリリースチャンネルで提供されている。k d e ネオンは KDE の開発にフォーカスしている。協調点は KDE から直接提供されるソースによる最新のソフトウェアパッケージ群とプログラマーに新機能への早期のアクセスを提供する点にある。 しかし、潜在的には、より大きなソフトウェアのバグの疑いというコストがある。KDE ネオンは、2017年1月に、ディストーションのインストーラーを、ユビキティからカレマレスに変更した。これは、ユビキティがいくつかの機能を持っていないことによるという。2018年2月、KDE ネオンの開発者は、LTS エディションをダウンロードページから削除した。 しかし、これらのエディションはダウンロードミラーには保持されている。この変更は多くの人たちがどのエディションを使ったら良いのか、またその違いは何なのかと聞くことによるという。2018年5月、KDE は KDE ネオンのベースを Ubuntu の16.04から18.04に変更することを始めた。ネオンの Ubuntu18.04 に基づいたプレビューイメージは 2018年8月に利用可能となった。クブンツは KDE プラズマスイートを用いる Ubuntu ベースの OS であるから KDE ネオンはよくクブンツと取り違えられうる。逆もまた同じである。しかしながらこれらの2つの OS の第一の違いはクブンツが安定版リリースと Ubuntu の LTS バージョンを維持しているのに対して KDE ネオンは ルートユーザーがそのシステムをアップグレードしない限り、Ubuntu の安定版リリースを維持することなしに、開発版の KDE アプリケーションをアップデートすることにフォーカスしている。KDE Slim Book と KDE Slim b o o k には、KDE Neon がプリインストールされている。ありがとうございます。